はい、アカシックサーチンです。ファクトコーナーということで、今回は大谷翔平選手ホームラン王なるかというテーマでお送りいたします。さあ、プロ野球大リーグの選手、大谷翔平選手。私実は野球というのがですね、あんまり詳しくなくて、未だかつてプロ野球の試合を生で見たことが一度もないという、プロ野球に限らずですね、あんまりプロの、試合を生で見たことってなくって、ちょっとよくわからないんですよね。プロレスはね、もう何回もありますし、ちょっとプロレスはね、プロというか、ショーなんですけども、ボーリングはですね、プロの試合はよく見たり、PBA といってアメリカのプロリーグの選手たちと、何度か飲みに行ったりとか、そういったこともしながら、一時期私、1日10ゲームしながらですね、実はプロライセンスを取ろうと思ったことがあったりしましたが、膝が痛くなってやめました。今から25年ぐらい前ですね、毎日10ゲームぐらい、練習をしてですね、プロライセンスを取りたいと思ってたことがあったりしますが、野球に関してはですね、もう全然ど素人と言いますか、ルールはもちろん知っております。遊びではやりましたので、子供の頃、ルールは知っているんですけども、細かい、プロリーグのことといったものは、あんまりよくわかってませんが、彼が二刀流というのはわかってますね。二刀流ですね。で、この二刀流というのが、尋常じゃなくすごいことだということはわかります。使う筋肉も違いますし、ピッチャーとバッターでは、すごいなと思いますね。非常に彼の体を見ていると、大きいんですけど、柳のようなしなやかさを感じて、だからだろうなというふうに見ております。さあ、ホームランを何本ぐらい打てば、で、現在、両リーグ合わせて、今14号出していて、トップなんですよね。昨日か、日本時間の今日か、先発ピッチャーだったですよね。14号打った翌日に、先発ピッチャーと、未だかつて聞いたことがないフレーズですよね。大谷選手がホームラン打つと、大谷さんという、アメリカのアナウンサーというか、解説者の、絶叫するような声が非常に、同じ日本人として見ていて、心地いいなという感じがしておりますが、ぜひともこれ言ってほしいんですけども、ホームラン王は何本ぐらい打てばいくんですかね。日本の場合は知ってるんですけども、50超えりゃ、なるでしょうなんていう。試合数が違うはずなんで、アメリカの方が多いですから、最低60本はいかないとホームランになれないと思うんですけど、65とか70なんていう時もあるんでしょうか。ちょっとそのあたり下調べをしていなくてわからないんですが、さあ、ホームラン王、反応はですね、ちょっと出てない。反応が出ないという時っていうのは、50%以上の反応が出ない。私がイエス、ノーを、ここを基準にするもんですから、50%以上基準にしていますから、50%以上の反応から入っていくんですね。で、ヒットすればホームラン王になる確率が50%以上ありますよという、アカシックレコードサーチという占いの結果というふうになるんですが、50%以上の反応が一応反応はしなかったんですよね。ちょっとこれ細かく刻んでいってみますね。まだやってないんで今からやりますね。40%、ホームラン王率40%、30%、
30%。あ、ここはヒットします。35%。これも拾えます。サイド 40% 出します。40% は、こんなにな。35%から40%。ちょっと厳しいかなという感じですね。はい。まあ、怪我しなければ50は行くペースだと思うんですが。35%から40%。大谷翔平選手、ホームラン王、両リーグ通じてのホームラン王。35%から40%という確率ですが、これは行ってほしいな。まあね、そんな時代が来るとは思いもしなかったですね。すごいなと思いますね。オリンピックの決勝の100メートルに日本人選手がいるみたいなレベルだと思うんですよね。彼がやっていることっていうのは。はい。9秒台を争うような 9.8 とかですね。そのあたりを争うような感じで、日本人選手がオリンピックの100メートル決勝のスタートラインに立っているかのようなレベルのことを今彼がやっているというので、それでホームラン王になるなんていうのは、まあ、オリンピック金メダルレベルじゃないでしょうか。そのぐらいの衝撃ですよね。はい。まあ、しかも二刀流ということでのそれですから、まあ、尋常じゃないですね。MVP 何パーだ ?MVP の反応は割とあるぞ。こっちは行くんじゃないか。MVP の選考というのは、どこでどういうタイミングで、こっちの方の率は結構そんなに低くないですね。かすかす50超えてるっすね。まあ、多分言って、まあ、希望的観測の占いになってしまいますけど、まあ、一応反応します。はい。そんな感じですね。まあ、でもホームラン、一応鑑定上はこんな35から 40% なんですけども、まあ、なんとか言ってほしいなというふうに、思います。はい、こんな感じですね。ちょっと一回見てみたいですね。アメリカに行って。コロナ明けたら行ってみましょうかね。どういう風にしてチケットを取っていいかもあんまりよくわかってないんですけれども。はい、まあこんな感じです。はい、大谷翔平選手、ホームラン王なるかということでお送りいたしました。それではまた次の動画で。